いよいよ最終回です。今回は今までの奏法を組み合わせた練習曲にチャレンジしましょう。基本のアルペジオやストリングヒット、そしてスラップやタッピングなどの特殊奏法も出てきます。1から4小節目は16部のアルペジオとストリングヒット、5から12小節目は両手タッピングとハーモニックスを組み合わせたフレーズです。低音をタッピングするときは音量が出すぎないようにバランスに気をつけましょう。7小節目は人工ハーモニックスが出てきます。人差し指でハーモニックスのポイントに指を添えて親指でピッキングします。17小節目はポジション移動が激しいですが、なるべくメロディーが途切れないように弾いていきましょう。